せーの、マジともしろのシルト、ラバルト、ゆまたつです。第1回コナンクイズ、コワーテレテーテーテレテー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 テレテー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 テレテー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 合ってますよね。コナンの映画を見てるので、まあそちらもね、見ていただきたいなというのと、ゴールデンウィークなどに、まあコナンの映画を見に行かれる方もね、非常に多いと思うんで、まあその前に、コナンの知識をしっかり頭の中に入れて、映画に臨むのではやはり、話の入っていき方ですとか、面白さがまたより深まるんじゃないかなと。確かに。今回は我々ね、コナンクイズをやっていきたいと思います。まあね、今回このコナンクイズ、まあ優勝した人には、名探偵と名乗っていいでしょ。称号として名探偵という称号を与えます。まあ、という感じでね、コナンクイズ、やっていきたいと思います。今回は映画からだけですか？そうですね。映画をメインで作ってます。まあ、今回はその映画からのクイズとなってるんで、普通のアニメじゃなく映画からのクイズだ。皆さんもね、どのぐらい解けるかっていうのを一緒に見ていただければなと思います。はい。それでは、マンジ。マジマンジ。はい、ではね、問題を出していただきましょうか。はい。ほな行きまよか。はい、それでは第1問、コナン映画の18作品目のタイトルは何でしょう。 18 ですか。18、これはやばい。いや、これ結構やばいぞ。え、その前で、あ、え、待って、シリュウもしかして1から全部書きよる。お前すごいな。あ、いいでしょうか。はい、あ、ちょっと待って、うわー、もういいや。一斉に、おい、はい、バロン、お、異次元のスナイパー、ヒーローの、ヒーローの弾丸、ヒーローの弾丸ね。ヒーローじゃなくてヒーローや。あ、そうなんですか。そう、ヒーローの弾丸じゃなくてヒーロー。まあまあでも僕も異次元のスナイパーだバロン。はい、じゃあ答えもあります。答えは異次元のスナイパーです。おい、しっかりしろよ。答えは異次元のスナイパーでございます。まあ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 、はい、じゃあ次に、はい、2023年に公開された、コナンの映画のタイトルは何でしょう。これは読み方と漢字としっかりぴったしお答えください。でん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 。ちなみに宮本さん、このタイトル知ってました？いや、知らなかった。おー、ふざけんなお前。今年って言われるのに。今年の映画や。そんぐらい学べ。絶賛公開中やから。え、これさ、インクやね。インク。でも見て、インクが残ってる時はじゃなくて、インキが残ってる時なんだけど。じゃあ、あえてインキで。え、ならこれ間違いない、これ。カードリッチを抜かないでください。気が漏れます。家族を与えたりすると陰気が漏れる場合があります。これリアル陰気なん。これ業界用語じゃない。はい。いいでしょうか。はい。ガチ。ガチで当てに。はい。一斉に。あぶ。はい。国鉄のサブマリン。黒幕のキングダム。ああ。あなたも終わりそう。あなたなんて言いました。国鉄。うん。黒金のサブマリン。サブマリンってそう書くん？いや、俺それが分からんかったわ。魚影やったっけ。で、多分国鉄じゃなくて黒金やったっけ。そうだ、黒金だ。はい、じゃあ答えいきます。はい、答えは黒金のサブマリンですね。ちなみに漢字は、ちなみに漢字は、黒鉄の魚に影、はい、おー、バロス、すげーですね。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、空船隊のエレベーターで100人一首の大会があります。大会の団体の名前は何でしょうか。うわ、何やったっけ、やばい。うわ、ちょっと俺好きなのに空船隊、あ、分かる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 。うわ、何やったっけ、悔しい。はい、よいしょか。一斉にオープン。あちわかい、あちわかい、最高かい。はい、じゃあ答えいきます。はい、答えはサツキ会。うわー、うわー、そうそう、サツキ会だ。サツキ会や、サツキ会、サツキ会のカルタね。そう、伝統的なやつね。はい、はい、じゃあ
同じく、カラクレナイのラブレターのキャッチコピー、これは2つあるんですけれども、1個目がマットレ死んでも守ってるっていうのが1つと、あともう1つは何でしょうか。まあこれは俺は仮に間違ったとしてもこれでいい、俺はこれが好きやなって。ちょっと待って、俺もさ、お前のことは分かったんやけど何でかって言った。いや、何だったら多分俺同じ答え書いてると思うけど、いや、これやろ。コピーというか、これが一番有名、はい、いいでしょうか。はい、伊勢に、あべ、はい、その手離したら殺す。あ、その手か。違う違う、僕は死にませんおい、全然違うやないか。おい、間違えたそれどっから引っ張ってきたやつ。有名ですよ、コナンより有名。僕この手離したら殺すね。はい、じゃあ答えもあります。はい、答えは二平の運命を引き裂く悲しき歌、紅に染まるシェインドラブミステリーが答えです。思ったこと言っていい、うん、まあキャッチコピーやけど、まあ、キャッチコピー俺らは当てに行ってないかも。好きなセリフを言いたい。いや、好きではないですよ。じゃあ次の問題いきます、はい、ゼロの執行人の犯人は誰でしょうか。フルネーム、フルネームで。やべえ。いや、え、これ別に漢字じゃなくていい。あ、漢字じゃなくてもいい。ゲイだ。え、フルネーム。でもさ、俺さ、これフルネームで呼ばれてるところ俺見たこと、聞いたことないよ。いや、バレないテロップで。いや、それやってくるやろ、テロップ。当たり前やろ、お前それは。当たり前やろ、それは。これちょっと難しかった、問題が。はい、難しすぎる。いただきましょう、一斉に、あべ、はい、草壁隆史。隆史。薬師丸時雄。これで時雄って読むと、あ、時雄か。どこで書くか。俺めっちゃ晴れるに見えた、さっき。漢字で書けよ。わからんかった、草壁誠。あるー。はい、じゃあ答えいきます。答えは、草壁、ということ、草壁誠ですね。バモス。誠そうね。バモス。はい、じゃあ次の問題。はい。コナンの映画人気ランキング第1位は、ベイカー町の亡霊ですが、第4位の作品は何でしょうか。え、公共収入、調べがどこかによるやない。調べ、あ、そうや、調べ、何調べな。ミキアニメとタイムスっていうサイトの、はい、本当にコナン好きな人は全部見たわけじゃないですか。人気とか関係ない、関係ない、どれもおもろいから。ちなみに4位は何ですか。支流さん的4位。最適4位か。4位はね、水平線上のストラテジー。あー、あの、だっけ、飛行船か。水平線上って言っとるわよ。え、あれ船。水平線上は船。あれ、俺が言うのかな。天空のロストショー。あー、そうだ。急に怒ってた。よいしょか、いずれに、オープン。はい、根性のピス。どうぞ。純国のナイトメア。南国のファンタク。はい、はい、じゃあ答えいきます。はい、答えは迷宮のクロスロいやいや、俺2位と思った。なるわけないや。いやいや、それ2位や。え、4位は何て言ったっけ。迷宮のクロスロー。迷宮のクロスロー。飛びがんね。はい、じゃあ次の問題。根性のフェスト。フィスト。なんか、俺さっき言ってフィストって。フィスト。根性のフィストの、舞台となったのはどこでしょうか。国ですか。国、場所。場所。うわ、え、国じゃなくて場所ね。場所を答えないと。聞いでしょうか。はい、伊勢に、あべ、はい、マリーナベイサンズ。そうか、同じくマリーナベイサンズ。かっこシンガポールって書いてある。いや、シンガポール。いや、いっぱいある。いっぱいある。どこの武道館かってなるやつ。はい、じゃあ答えはマリーナベイサンズでございます、ね。かっこ武道館。まあ、実質武道館みたいな声でかいぞ。はい、じゃあ続いてなります。ハロウィンの花嫁の作品に出てくる特殊な爆弾を使う殺し屋の名前は何でしょう。ハロウィンの花嫁見てないよね。見てないっちゃうね。本当に好きか。いや、これだけは見、これ今から見ようってちょっと。それはちょっとダメやね。お前は見てないんだろ。俺はちょっと見てない。ふざけんなお前。はい、いいでしょうか。はい、はい、伊勢にオープン。松田ボムエ。ボムエ。組織の名前ですよね。ケビン吉野。お前違うんだ。東京マンジュ。アニメちゃうやっけ。はい、じゃあ答えいきます。はい、答えはプラーミアですね。知らないよ。外人やったし。
はい、最新の問題はちょっと多いね、やっぱね。そう、難しいね、最新の問題。最新は難しいね、やっぱ。逆に。はい。じゃあ、赤井秀一の、名言の一つで、全国のナイトメアで落ちろ。というシーンがありますけれども、はいはいはい、それはどういった時に、使った言葉でしょうか。まあ、どんなシーンだったか。シルバーブレッドでございますね。作品違うやつかね。はい、いいでしょうか。はい、一斉にオープン。はい、ヘリコプターを、まあ、撃ち落とす時。僕も一緒っすね。あのジンたちが乗ってるヘリコプターを狙撃するときに言ったんですよ。そっちの赤井さん。マジお前まさか。引っ越しの時に赤井さんの荷物を落として壊したから。それで落ちろやばすぎる。落ちろ。赤井違い。引っ越しの赤井さんじゃないんです。じゃあ答えいきます。はい。答えは、黒ずくめのオスプレイに。あ、オスプレイ。こうした時の赤井秀一の言葉ですね。正解ですか。じゃあ今出すとシリウス正解です。はい。じゃあそれでは最終問題。最終問題ですか。はい。最終問題でございます。これじゃあこのままやくとポイント的にまあ芋たつを超えることはできないってことですか。と思うじゃないですか。お前が言うんかい。今回ですね、やっぱり最後に犯人まあ当てた人が実質、まあ、コナンではなんかよくやる醍醐味というか、最後に犯人が分かるというのはコナン醍醐味なので、で、最後の問題解いた人が実質名探偵でございます。積み重ねとはそんなものはないってことね。はい、じゃあ問題いきます。はい。一国のチェイサーの、被害総額はおいくらだったか、これはもう一番近い人が正解ということで。おっと漆黒のチェイサーの被害総額見たことない人用に具体的なやつあります。なんか何が壊れたみたいな。ああ、東京タワー。あ、東京タワー。まあ、あの上部ら辺がもう破損。破損っていうか、まあもう窓も割れて。ちなみにその被害総額の中でもダントツ1位だったのがヘリコプター。うわ、なんかここで逆転されたら嫌やな。これちょっと難しい。いいでしょうか。はい、はい、じゃあ一斉にオープン。はい、2500万。さすがこんぐらいいってるかな。2兆。いや、行き先ってマリーナベイサンズやん、それ。やば、俺ちょっと待って、俺一番上と思った。256億2607万円。ちょっと待って、2人行き過ぎ。はい、じゃあそれでは、はい、答えは1億700万ですね。ほら、そんないかんって。はい、ということで、いやシルの勝利。ヘリ安すぎやろ。はい、ということでね、はい、まあ、今回のコナンクイズいかがだったですか。難しかったです。思ったよりちょっと忘れてるなっていうのもありましたけど、まあ、これを機にね、ランマルさんはちょっとコナンを見てほしいですね。確かに。まあね、これを知っていることによって、まあ、今公開されている、まあ、黒金のサブマリンですか、まあ、これを非常に楽しめるのではないかなと思います。はい、まあ、ぜひ、あの、まだ見てない方はコナンの映画を見てみてはいかがでしょうか。まあ、今回ね、この動画が良かったと思った人はぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。あとね、どれぐらい分かったか、まあ、コナン好きとかはね、どんどんね、コメントしていただいて、よりね、我々と視聴者側でのこと、推理力をね、磨いていけたらなと思います。コメントの方お願いします。では、次回の事件でお会いいたしましょう。なるほどな。まったくやれやれってんだよ。